後編スタート。Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time.I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. 皆さん、こんばんは、こんにちは、おはようございます。江ノ大です。今回は江ノ大サンデー道の駅巡り第4弾の後編となります。で、今名寄からね、標津に到着いたしました。名寄からはあっという間でしたね。今回の道の駅の説明などはこの後の車の中の江ノ大が話しますので、そちらの方を聞いてください。でね、道の駅入ってね、分かったんですけど、ここバス停とね、一緒に使われてるところなんで、駐車場がちょっと分かりにくかったです。で、数も少ないんで、そこが注意ですね。この後もまた行ってるかと思います。で、町の中にね、ちょこんとある、それほど大きくない規模の道の駅でございました。で、車を止めて、で、道の駅の方にまず向かうんですけども、ちょっとね、車庫入れ下手なんで難航してますね。で、これが道の駅の外観です。新しい道の駅なんでね、とっても綺麗で、かっこいいですよね。なんかね、建物がね。で、道の駅の方に入っていこうと思って、時間を見たら10時からということでね、ちょっと時間を待つ形になります。で、今回このね、侍標津って書いてあるじゃないですか。なぜ侍なのかって話をちょっとしようかなと思っています。北海道にはね、標津という土地が2カ所あるんです。で、その2、で、今回の行く標津がね、武士の死という字と同じなんです。武士の死が標津の死なんですよ。ですので、侍標津という話らしいです。ちょっとこれ調べたんで、間違いじゃないと思います。そんな感じでね、なぜ侍標津なのかなってね、結局ね、この時まだ分かんないです。なんで侍なんだって。で、スタンプもね、新しいですよね。なんかこの、押す、なんていうのかな、主肉がないっていうね、このスタンプ。もう新しい道の駅だなと思いながら、今回押しました。綺麗に押せなかったので、で、ちょっとね、がっかり。で、ピンバッジの方もね、多分買うのはこれが最後になるかと思います。一応ね、念のためね、別の年出るかもと思ったら、やっぱり、羊の町、侍標津と出てしまいましたので、これが多分最後です。では、車の中の江ノ大さん。今現在ね、標津の、道の駅に来ました。で、ここね、新しくできた道の駅のようで、これからね、長年押し続けようかなと思ってる、この2021年のスタンプラリーの本には出てなかったです。ですので、去年オープンしたと思いますね。ですので、残念ながらね、この予備ページのところにスタンプを押してきました。でね、ちょっと店内もちょっと撮影どうか分かんなかったんで、撮らなかったんですけども、とてもね、できたばっかりということで綺麗でした。で、びっくりしたのが、道の駅のお店自体は小さいんです。こじんまりとしてるんですよ。すごい。で、なんていうのかな、普通に空港とかにあるお土産屋さんをめっちゃ小さくしたような感じで、あとは物産ですよね。標津といえば、羊、ジンギスカンとか、あとジンギスカンかな、あとはなんか織物織ったなんか縫い物なんか毛糸で、羊なんで多分羊の毛から作った羊毛のなんか作り物、織物とかが売られてました。で、びっくりしたんですけど10時開店だったんです。で、私9時55分ぐらいに
隙ついちゃったんで、入り口の前にあのベンチがあったんでそこ座ってたんですね。そしたら続々として入ってくるんですよ。結構年配の方が多かったかな。で、年配の方が来て、開店前なのにめちゃめちゃ自動ドアを押す、あのボタンあるじゃないですか、あれをガンガン押しててね、中に俺だからすごい期待したんです。中になんかすごいものあるんじゃないかなと思ったんですけど、中はとてもあの普通の道の駅でした。ちょっとね、開店時間遅いですね。普通の道の駅に比べたら10時。ただ、10時前とかでもトイレとか使えるんで、トイレとかも使えますし、すごい綺麗なんで、旅の途中でトイレ行きたくなったらおすすめです。で、食べるところもちょっとあるみたいですね。ですので、お腹空いたりね、その軽食とかそういうのを食べたい時には来てください。ただね、駐車場めちゃ少ないです。今もね、もう10時10分ぐらいなんだけど、結構ね、車入ってきてますね。でね、出入り激しいな、ここ。入ってすぐ戻ってくるって感じだね、みんなね。そんな見るもん、実際のとこないからね。まあ、ただ、とても綺麗で、清潔感もある道の駅でございました。で、今回のカントリーサイエン、羊です。まあ、標津は、同立自然公園鉄晶岳を源流とする水と緑豊かな田園都市です。四季の変化がはっきりとした内陸性気候で、なんて言うんだろう、まあ、とにかく牧場ですね。サフォークっていうね、羊がいるんですけども、それを地域ブランド化に活用した町づくりに取り組んでいます。ジンギスカンです、ここの町。なんかね、夏になったら行こうと思ったんだけど、羊を見ながらジンギスカン食べれるっていうね、すごいスポットがあるらしいんでそこでね、なんか美味しいらしいんですよ、すごい。ちょっとお高めらしいんですけども、ちょっとそこで夏のあたり行こうかなと思っていますので、それもお楽しみにお待ちください。ではね、次はね、なんだっけ、剣淵の道の駅によって旭川に戻っていこうかと思っています。剣淵はパンが有名なんですよ。だからね、今実際ちょっとお腹空いてたんで、ここの道の駅にもレジ前にパン売ってたんです。もう道の駅じゃどこ行ってもパンあるんだけど、その剣淵でパンちょっと1個くらい買って、1個か2個買って食べながらね、帰ろうかなと思っていますので、ではまた剣淵に向かって出発いたします。剣淵に到着いたしました。ここの道の駅はね、なんか北海道らしいって感じかな。なんかいい感じですよね。山小屋みたいな感じで、パンの美味しい道の駅です。
この後ね、詳しい話は車の中の江戸台が話すのであんまり話さないんですけども、まあ俺の中ではね、ケンブチって前江戸台ラジオさんした金狩舞ちゃんがね、思い出深いですね。その子が育った町です。金狩舞ちゃんの話でケンブチを終わらせたら怒られそうだな。まあ絵本の町でございますね。ですのでこの後スタンプをしますけども、スタンプも本の形になるのかな、確かね。まあなんかシンプルないい街ですよ。うん、なんかね、ここでに一緒にドライブした子って俺となんかなぜか別れるからね。まあみんな別れてるんだけど、ちょっとね、残念なことばっかりで。店内はね、道の駅の中はこんな感じになっております。とてもシンプルです。パン屋さんが美味しいです。では車の中の江戸台さん。道の駅見物に行ってきました。日本の里道の駅です。ねここはね、ケンブチって燻製の町なんですよね。燻製の町って言ったら変な言い方かもしれない。燻製が有名で、スモークドチキンとかね、道の駅内で売られてました。ちょっとね、値段がちょっとお高め、まあ、燻製でね、お高めかどうか、まあ、それぞれ人の判断かもしれないけど、ちょっとね、私は買わなかったんですけど、昔ね、付き合ってた彼女がケンブチの街中のこの売店というか、この道の駅の中で売られてたんですけども、そこのねお店にね一回買いに行ったことがあって、ゆで卵の燻製とか食べたことあります。とてもね美味しいんで、もしケンブチ来たらね、ちょっとお調べてみてはいかがかなと思います。で、まあ絵本が有名ってことでね、でここの道の駅はね、朝9時からやってますね。レストランとかも11時から、だから11時にオープンするみたいなんで、でなんて言ったってね、パンなんですここ、俺の中ではね。で、お昼ご飯にと思ってね、パン買ってきちゃいました。これね、帰ってから食べるの楽しみです。とてもね、まあお店の中も綺麗だし、広いし。まあ、結構ねパン目当てで来る方多いみたいでね、ちょっとパンコーナーは賑わってるんですけども、とてもいいところでした。でケンブチ町でした。カラスなんですね、ケンブチ町ってね。カラスといえばさっきの標津のね街の中の方がカラスは多かったけどね、うん。でまあこちらの方はね、高知面積の約半分の農業の町、絵本を通じて心にゆとりと優しさをあふれる絵本の里づくりを進めています。でセールスポイントは絵本の館、違うな、絵本の館なんかあるんでしょうね。あと農産物、ケンブチ温泉、桜岡公園、まあこのね公園とかね、そういうケンブチ温泉とかをね、夏に向けていろいろとね回りたいなと思ってるんで、その動画これからお楽しみいただければと思います。今回は道の駅でスタンプを押すというのが目当てでございますので、今日はこれで帰ろうかと思っています。でね、最後にね、外出た時にね、なぜか揚げたてかまぼこが売られてたんで、まあパン流れでパンロールを買ってきました。パンロールね、まあ食べたいんです、すぐ早く、ね、すごい気さくなねおばちゃんのいるね、なんていう店なんだろう、橋爪食品かな、かな、うん。とてもね、多分ね見ただけでね美味しそうなんで、ちょっとね帰って食べれば楽しみです。ではこれからまた旭川に向けて帰っていきます。Feeling alive, nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah.
They wanna be like by everybody in sight. But trust me, being free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light, alright.今回の江ノ台サンデー道の駅巡り第4弾はいかがでございましたか？今回はね、今までで最長距離、まあ、最長距離といっても往復で120キロちょっとぐらいだと思うんですけども、その旅になりました。まあ、名寄るまで行ってね、帰ってくるまでの間に3カ所の道の駅に寄ってくるって感じの旅行でございました。これからもね、ちょっといろんな街を巡って、で、道の駅巡りをしようと思っています。で、夏に向けて道の駅巡りではなくてね、今度はいろんな観光スポットも回ろうかと思っているので、ちょっと一人でね、寂しいんですけども、ちょっといろいろ行ってこようかなと思っているので、それもお楽しみに。ぜひね、チャンネル登録して、まだの方ね、チャンネル登録していただいて、ぜひ高評価もしていくれたら嬉しいな。お願いいたします。では、また次回の江ノ台サンデー、そして夜にね、不定期ですが更新されている江ノ台ラジオでお会いしましょう。それではまた。ご視聴ありがとうございます。見物の道の駅のパンはマジうまいんだが、道の駅の外にあるかまぼこ屋さんがマジうまくて、それを食べに行くためにまた行こうと計画しています。あの気さくなおばちゃんにまた会いたいな。チャンネル登録高評価お願いします。次回の動画でまたお会いしましょう。